ハロー、ハローさん、こんにちは。いいですよね。角川ゲームズで、ロテアザスカイソルジャーのディレクターを担当しております長谷川と申します。よろしくお願いします。はい、ロングタイムのシーユー、マイネームイズユージナカ。皆さんこんにちは。本当にご無沙汰しております。プロペの中裕二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからですね、ちょっといろいろとロテア のことをご紹介していきますので、よろしくお願いします。まず一つ目にですね、このロデアというタイトルを紹介したいと思います。ロデアというタイトルはですね、一言で言うと空を冒険するアクションゲームです。昨今珍しいですね、新規のアクションゲーム、この、ずっとですねアクションゲームを作り続けてきた中裕二さんと角川ゲームにとって全く新しい、今までに触ったことがない空を冒険する、本当に楽しい360度この空の空間を飛行するアクションゲームが形になりました。ぜひともここは皆さんにお期待ください。よろしくお願いします。はい、ではですね、そのロデアなんですけれども、どういったゲームかっていうのは、ぜひともその映像なんかを見ていただきたいんですが、一番我々がですねアクションと同じくらい重要にしていたのがこのゲームの世界観やあらすじです。ロデアというキャラクターはですねロボットです。このロボットのキャラクターが人間のイオンというキャラクターと出会うことによってですね、徐々にそのロボットでありながらも人間の心をですね、理解し歩み寄って最終的にはですね、人間との約束というものにたどり着いていくという、非常にハートフルな話でして、これがアクションを紡いでいく中でしっかりとストーリーを奏でていきますので、ぜひともお期待いただければと思います。はい、そうですね。このこちらのロデアなんですけども、本当にコントローラー一つでですね、大空を自由にこう飛べるようなゲームを作りました。なかなか空を自由に飛ぶように作るっていうのはすごく難しいんですけれども、それをですね、本当にこうゲームプレイをしながらですね、徐々に自分で上手くなっていくことによって、大空を自由に飛び回ってですね、自由にこのロデアの世界の中を駆け巡って楽しめるようなゲームになってますので、ぜひお楽しみいただければと思います。一番でもそこを気を使って ね、 そうですね、力入れたところですよね。本当そうですね。本当に時間かかりましたよね。はい、本当になかなかやっぱりね、大空を自由に飛ぶっていうのは本当に、言葉で言うのは簡単なんですが、意外と難しくてですね、かなり試行錯誤をして出来上がった作品になります。そうですよね。特にこう中さんはずっとソニックシリーズを作られてきていて、そのスピードアクションっていうところとナイツという空をこう浮遊感を持って遊ぶっていう、こうアクションゲームの本当にその培われてきたものがですね、しっかりこのロデアっていうところに埋め込まれているので、そこもポイントですよね。そうですね。ぜひ今までの僕のファンの方たちにもですね、ぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。はい、ロデアについてはですね、本当に思いついたというよりかは思い続けてきたものが実現したという形ですね。なので、フラッシュアイデアで、ゲームを作っていくというのももちろんあるんですけれども、このゲームはですね、ずっとこう我々開発スタッフの中が心の中でいつか実現したいなと思っていたものを形にしてきたものなので、アイデアというよりかは思いに近い、そんなゲームになってますね。はい、中さんはでもどんな時にゲームを思いつくですね。お家だったら俺とシャワー浴びてる時とかが多い、よく見ますよね。ですが、そうですね、でも最近子供ができたので、子供と遊んでる時にいろいろとこうなんか思いついたりもしたりもしますし、でも割とプロペでは本当にみんなでこう会議をしてクエストみたいにお話をしてる時にいろんなことがこうみんなで話してる中でこう積み重なってゲームになっていくことが非常に多いかなと思っています。そうですね、ロデアなんですが、久しぶりに完全にオリジナルのアクションゲームということで、非常にこう世界観もアクションもすごくいいものが僕はできたなと思っていますので、もう本当に僕が望むのはですね、全世界でソニックのように大ヒットしてですね、ぜひ続編を作りたいなというのが僕の一番の思いかと思います。いいですね。はい、なんかそんなですね、思いっていうのを実はこの Wii U と 3DS と Wii に込めたっていうのは、まさしくですね、全世界の任天堂ユーザーさんに遊んでいただきたいと、
というところで、まあ、これだけお時間がかかってしまいましたが、全ての人々に住んでいただけるものをしっかりと用意しましたので、今後ですね、この日を機会に、まあ、ロデアという情報をこう追っていっていただければですね、何かこう懐かしくもですね、皆さんのこう今までのゲーム歴っていうかな、やってきた流れの中でちょっと引っかかるものが必ずこのゲームの中にあると思うので、そこをきっかけに好きになっていただけたらなと思います。中さんは世界の中さんファンも含めてどうですか？そうですね、本当に、今まで、まあ、僕は昨年でゲームクリエイター人生30周年を迎えたわけですけども、この30年の中でですね、本当にたくさんのゲームを作ってきて、そのゲーム一つ一つにですね、たくさんのファンの方がいてですね、すごく応援してきていただいて、でその中でもアクションゲームっていうのもたくさん作ってきて、今回そのアクションゲームの中でもまた一段と新しいものを皆さんにできるようになったということは非常に嬉しいと思いますし、ぜひですね、最初、まあ、やりごたえのある感じでちょっと難しいかもしれませんが、まあ、それは本当に今までに触ったことがないアクションゲームなので最初戸惑うかと思いますが、ぜひですね、このロデアをですね、一生懸命こう遊んでですね、最終的にはロデアと一体感のあるぐらいなこう操作になってくると思いますので、そういったところのアクションゲームの本当に楽しいところをですね、味わっていただければと思います。はい、はい、今回ですね、日本一さんと組むことになって、まあ、ロデアっていうものがですね、ようやくしっかりとこう海外に展開していける流れができましたので、まあ、今後ともぜひともカドカワゲームズというプロペア、そして、日本一さん、ここから発信していくロデアをぜひともお願いします。はい、そうですね、ロデアがですね、ソニックやナイツとの、まあ、関連する、まあ、共通点みたいなものって言いますと、本当にやはりソニックもナイツも今まで、まあ、僕が作ってきたアクションゲームの全てに共通すると思うんですが、非常にシンプルな操作性でですね、自由に、まあ、爽快感を味わえるというところは非常に大きな共通点じゃないかなと思っております。特にですね、本当にこうゲームをですね、遊んでいくことによって徐々にこう自分のユーザー体験がこう広がっていって、最終的にはそのキャラクターと同意になってくるといいますか、本当にこう一体感っていうのを感じれるっていうところが、まあ、僕が今まで作ってきてるアクションゲームのすごくいい特徴だと思いますので、そういったところのまた新しいところをですね、ロデアで楽しんでください。はい、それではありがとうございます。はい、またありがとうございました。バイバイ。